シップロックはアメリカ合衆国ニューメキシコ州北西部のサンフアン郡ナバホジ地区にある岩山。標高は2188メートルだが、麓の平地からの飛行は482メートルほど。3名は19世紀のクリッパー型帆船に形が似ていることにちなみ、米国地質調査所は1870年代からこれを使用している。この岩山は、 二七百万年前に活動した火山の稼働が冷却固化し、侵食に耐えて地表に露出した岩系と呼ばれる地形である。放射状に伸びる何本かの岩脈を伴う衛星写真。中心左上がシップロック。西と南に岩脈が伸びている人との関係面では、アナサジと呼ばれる古代アメリカ先住民族文化を持ったプエブロ族が活動した地域にある。ナバホ族にとり、 この岩峰と周囲は宗教的、歴史的に大変重要で、神話や伝説に満ちている。シップロックはロッククライマーや写真家を引きつける。初登場記録は1939年のシエラクラブパーティーで、その後7ルートが開拓されたが大変難しいもので、それだけに多くのクライマーの挑戦を受けることになったが、ナバホ自治区は登場を違法とみなしている。 東庁外法であるのは、ナバホ族にとっての神聖な精霊が、シップロックの頂に住んでいるからである。米国で唯一四州が一点で交わる地点に近く、最寄りの都市ファーミントンに、地方空港がある。2013年の米映画、ローン・レンジャーの、ラストシーンに映る岩山である。オードリー・ソルケルド、エディター、ワールド・マウンタニー・リング、ブルフィンチ、1998、ヘルベルト・ E。 アングネイドガイドツーザニューメキシコマウンテンズサージブックス1965ピアニッシモ170-172ありがとうございます